スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。横に広がっています。さあ内目から4番のダイバキャグニー押して、まずは先頭に立っていきます。外からスーッと12番のマイヌルファンロンが2番手に上がって前に迫っていきます。3番手は1馬身7番ギベオン、その外から8番サトノソルタスが並んでいって、間に6番のサートルナーリア、ちょうど3番手集団の間、その後ろに1番ケイデンスコール、2番ラストドラフト、ソニーは11番のジュンバルカンと広がって、各馬1コーナーのカーブです。先手を取ったのは4番ダイバキャグニー、リードは1馬身半、2番手12番マイヌルファンロン、1馬身3番手外に出して8番のサトノソルタスの追走、それから1馬身内が7番のギベオン、1馬身差5番手、6番サートルナーリアで向こう正面です。2馬身相手中段内1番ケイデンスコール、その2番のラストドラフト、2頭の牛は3馬身3番西野デイジー、11番のジュンバルカンが並んで、1馬身10番ロードマイウェイ、9番のブレスジャーニーが1馬身差の追走、3馬身5番のサトノガーネットが最後方です。 1000m は63秒6で通過。各馬第3コーナーに向かいます。4番ダイバキャグニー先頭、リードは2馬身です。2番手に12番マイネルファンロン、800を通過。3番手1馬身外、8番サトノソルタス、1馬身7番ギベロンが3番手を、ギベオンが4番手を進んで 3,4 コーナーの中間へ、さらには6番サートルナーリがそれにじわっと接近して600を通過、その後ろから2番ラストドラフト、内から1番のケイデンスコールが続いて第4コーナーのカーブ、ダイワキャグニー先頭で4コーナーから直線へ400を通過。その後ろマイヌルファンロン、サトノソルタス、そしてギベオンは内をついています。その4頭のソニー、サートルナーリア、楽な手応えで上がってくる。そして西野デイジー、さらに外からラストドラフト、200を通過。さあ先頭は6番のサートルナーリア抜け出した。ダイバキャグニー粘っているが、8番のサトノソルタスの争い、先頭は6番サートルナーリアゴールイン、6番サートルナーリア完勝です。2番手が8番のサトノソルタス、うち4番ダイワキャグニーに、最後外から7番のギベオン、さらに2番のラストドラフトなど広がっています。